シュルシュルシュル。毎度毎度どうも、どちら様でしょうか。ロビンです。お疲れ様です。お疲れっす、ね、ドグラさん、さっきギャング入るとか言ってたけどさ、はい、もういや全然入ってない。金いきません。金、麻薬作って。麻薬作る。麻薬、そう、麻薬っていうか、あのタクシー運転手やってたら、うん、時々客からリストみたいなのもらえません？メモ帳みたいな。あのそれがね、さっき一回客乗せただけで、それ以外客来んのやわ。え、NPC？ いや違う違う違う、ホロの祭りちゃん。あああ、違う違う、あの NPC を乗せるとたまにメモ帳落とすんですよ。 NPC どうやって乗せるんですかこれ。 F1 からホイールメニュー開いて、うんうん、あのミッションを開始するみたいな、 NPC ミッションみたいなの受けると NPC 乗せれる。これ一応麻薬のレシピ持ってるから。いや結構それは興味ある。ちなみにちょっとどっかで合流して素材集めて軽いの作ってみます。いいね。いやそっちの方行きますよ。どこっすか。ね、結構遠いんすよ。5002番っていう山ん中なんすよね。あーこれか。いやまあでもなんか、だってバレん方がいいなと別にそっちまで行きますよ。逆にね、ここ麻薬の素材の近くだから危ない。あんまりとどまっておきたくない感はある。あ、オッケーす。あれしましょうよ、レン君のところの、うん、あれで合流しましょうよ。あ、じゃあレン君のところで合流でいいですか。オッケーオッケー。これから素材取り行きます。うん、で素材を錬成するんですけど、ここに持ってるだけで多分アウトだったかな。わかんないけど、所持でアウト、所持でアウトかもしれん。まあとりあえずさっきの5002番のところまで行って、うん、その拾いながらあとは説明しますわ。よしよし、し今まで何やってたんですか。人と関わりたいなと思いつつ、うん、いろんなところで空回りし続けました。ほんまにやることなかったから、うんうん、一人で遊園地行って一人でカジノ行ったから俺。マジで。ここになんか変なブロッコリーみたいなの見ません？あ、ある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 。これ？これ回収。オジジフラワー。オジジフラワー。オジジ？で、戻りますかこれで。で、これが素材の1個で、もう1個取りに行きます。で、素材の調合間違えると大爆、うん、爆発して死ぬんで、はい、ここだけ気をつけてください。わかりました。だいぶ危険やなこれ。なんかロビンさんの声結構あれなんやろ、ノイキャンかな、ノイキャンかかって若干聞きづらい時あるんですけど、なんかサーバーが重い説もあるらしい。え、待って、先客いませんこれ。ちょっと怪しい、ちょっと怪しい。あれ壊ないですか。ええ、あれ普通におまわりさんの可能性あるんですか。おまわりの可能性ありますみたい。うわマジ怖っ。ちなみに見た目どんな素材ですか。水手に入るんで。あ、水なんやそもそも。これ、あ、これか、ね、うん、はい、ウォーター360ぐらいか。60ぐらい、うん、60、70ぐらい。オッケー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 。はいはい、マップ開くと、うん、赤い人型マークみたいなのありません。あー、見たことある見たことある。あれなんなんですか、うん、あいつにつけます。え、もしかして NPC？ NPC っぽい。へえ。いやー、無事終わるといいな。いや、よっぽど見つかんないでしょね、だって。まあ、見つかんないとは思うっすけど、なんかね、本当にギャグみたいな出会い方しますんでね。検問とか？うん。え、もう、はい、検問で、持ち物改められそうになったらもう、ぶっちぎるしかないっすよね。まあ、そうっすね、一応。でも、ほぼほぼ逃げれないっす。嘘？うん、タクシーの車じゃまあ無理っすね。ああ、向こうのが早いんか。向こうのが早いっす。ああ、なるほど。はい、ここで調合することができるんですけど、そのレシピの内容を言いますね。はいはい。おじじフラワーが11、おじじフラワー11、水が12、水12で、どこで調合これ。
この紫色の、あー出てる出てる、なんかクラフトできた、オジジドラッグ、オジジできた、はい、大丈夫か、オジオジ、そうだ、じゃ車までダッシュでもダッシュこいつが役の無限買い取り、こいつがいないっすよね、これなんかギャングに持ってくとかじゃないんすか、じゃあちゃうんすよ、これが、え、これがまた、なんで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 、この僕たち今ギャングに属してないんですけど、この世界ギャング存在してるんですよ、うん、縄張りがあって、うん、この島で薬を売ってしまうと、うん、このギャングと敵対することになっちゃうから、あー縄張りでやっちゃうとってことか、そうそう、だからなんか立川とかがギャング入ってて、そこで売ったら立川のギャングと対立することになるかもしれない、あーなるほどなるほど、うん、じゃあこれどうやってさばくの、まあ NPC に話しかけるのがいいんかな、 NPC にさばく、これが必要なんだ、スーパークラワーあるんだろうな、あ俺スーパースターやから、俺違いますねこれ、ダメっぽいな、違うわ、 NPC 探しに行ってみますか、おいちっす、でもね NPC に売るときもスーパースターみたいなの出るんですよ、え、あそうなんや、うん、なんかよくわからんすね、試しにドグラさん次 NPC 歩いてたらやってみてもいいっすよ、あ、OK です OK です、俺車待ってるから、まあそうなったら例えばこことか歩いてる人いるじゃん、ちょっと、ちょっと待ってください、あこれに渡せばいいんすか、え、いいとかって話しかけて、はいはい、あ、お前いいで薬物を売る、うわめっちゃ売れた、え、高っ、いや、いくらになりました、2個で37万、あーいい値段になってる、やばいね、俺黒人さんのめっちゃ似てるアバター作って粉を売ってるってマジで怒られるな、これ、うん、マジでやってることやばいっすね、これヤマトンさんに怒られへんから大丈夫かな、うん、サイババビブーティー売ってる、ビブーティーやばすぎ